進む。慌てんぼうで寂しがり、間抜けなこともするけれど、おべっかごますり大嫌い、むやみに尻尾は振るものか。ワン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 、ワンツースリー、ゴーゴーレッツゴー、ノラクロゴーゴーゴー。大雪じゃ仕方なく休みってことになるな。そうだろうね、敵が攻めてくる心配はないし。どうだい、雪合戦でもやろうか。いやいや、休める時ぐらいゆっくり休んだ方がいいよ。はあ、どうじゃ中隊長、わしの考えに間違いはないと思うんじゃが。はい、これほどの大雪ではとんかつ将軍も油断しているに違いありませんから。いつもあいつには苦戦しているから、こんな時こそ先手を打って。そうです、寝込みを襲う要領で。それ行くぞ中隊長。はい、連隊長殿。やいか諸君、この大雪とあっては敵は油断している。こういう時こそ攻撃のチャンスなのじゃ。天は雪を降らせて我々の味方となったのである。もう味方してくれなくていいよ、早くやってくれ。連隊長殿、連隊長殿、とんかつ将軍でありますぞ。雪が我々に味方してくれると思ったんだが。ヒョン、敵が油断しているどころか、かえってハッスルしちょるばい。大人の考えることなんて結局は同じことなんだよな。そう思うかね。すいません。油断なくしてここで食い止めることになったのは大成功じゃ。はい、その通りだと思います。大人が考えることでも作戦の上でとんかつ将軍と違うところを見せてやる。モール中隊長、ノラクロとデカを石膏に出そう。ノラクロ、デカ。はい。モグラのように雪の下をくぐっていけ。それがわしの作戦じゃ。イエス。なるほど、さすがは連隊長殿ば、うまいて考える。そこがとんかつ将軍と違うところさ。いやい、貴様たちは何の用でこげんとこに現れた。いやいやい、貴様たちこそ、僕たちは将軍閣下の命令で来た石膏だい。へえ、驚きだ。驚くな、こっちだい。我々の将軍閣下がせっかくうまい手段を考えたのに。のう、考えることは同じことなんですばい。今だ。だまみろ。ジタバタするな、捕虜にする。何よ、おお、こりゃいかん。ノラクロたちを助けに行け。全員突撃。
味方を助けると同時に二人の敵を捕虜にするのだ。ブルドックに先に到着しろ。行け。起きた。我が軍は何もたもとしたるんじゃよ。つり続き。残念じゃが逃げろ。待て待て待て。あの二人のファイトを信ずるしかない。しかし連隊長殿、よし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 よえらいことになったぞ。わしの方へ転がってくるとは、これまた好都合だ。よし、このまま凍らしてしまえ。でも味方もたくさん入っておりますが。それもそうじゃが、将軍閣下、気をつけないと味方を傷つけることになりますが。偉そうな口を聞くな。わしもそれぐらいは分かっとる。とは言っても厄介なことになったな。総攻撃をかけてあの雪玉を奪いましょうか、連隊長殿。それはわしも考えていることじゃが、走れないとあっては総攻撃にもならん。いないぞ。あの二人トンネルを掘って逃げおったか。よよ。おお、ノラクロデカ、二人とも無事であったか。残念ながら逃げてくる羽目になりました。申し訳なかであります。いやいや、よくぞ脱出してきてくれた。よし、今度はこっちの番だ。大砲であの氷の陣地を吹っ飛ばせ。いつの間にか砲台まで作っているぞ。雪で作った大砲で脅かそうなんて。やっぱし大人の考えることは。本物の大砲だ。よし、こっちも反撃せよ。なんだこれ。火薬が湿ってるからダメだよ。あ、連隊長殿、一時退却しますか。いや、一歩も後ろへは引けん。おっ、そうだ、火薬が湿っていてもあの方法でやればうまくいくぞ。敵は戦車まで動員していたのか。退却。逃げろー、逃げろー。こらこら、大事な戦車を置いて逃げるやつがあるか。全員押せ押せ、これ押せ。戦車を取られるとはもったいない。だが命には代えられん。悔しい。連隊長殿、これは儲け物ですね。困難な戦いにあってこの上もない戦利品じゃ。トンカツ将軍は必ず取り返しに来るはずです。早いとこ戦車を持っていきましょう。そうじゃな、それこそ早いが勝ちじゃ。よし来た、僕は運転するぞ。それ。エンジンストップ。みんなで引っ張れ。それから押すんだ。よいしょ。
これじゃあとんかつ将軍が捨てて逃げるのも無理ない。戦車を取り返すのだよ。いいね、急げ。こりゃいかん、追いつかれるぞ。向こうがスキーならこっちはソリだ。いやよし、全員で戦車を押すんだ。この先からは下り坂になっているからな。どんなもんじゃ。どうじゃ、ここまでは追ってこれない。やや、ここは川だ。川に落ちたじゃと。川へ落としたんじゃ取り返しようもないわい、ブルドッグの大バカ者。こんな日に戦うのが間違ってたんですよ将軍。何、ここで食い止めただけでも立派だと思わんのかい。何はともあれ、あそこで豚群を食い止めたということは立派なことなんだよ。きっと同じこととんかつ将軍も言ってるよね。それに決まっとるばい。一体何事だ。確かに集合ラッパだったと思うけど。あ、あの声だった。なんだ。おい、野良黒、しっかりしてくれよな。おい、助けてくれ。あ、おい、止めてくれ。よっしゃ、おー、はい、止めてくれ。こんな暴れも初めてじゃよ。連隊長殿、見かけは可愛いですね。どうどうどう。それがどうしてどうして。あ、そうじゃ、ちょうどいい。君たちこの馬を手なずけてくれ。昨日買ってきたんじゃが、このままでは使い物にならん。しかし連隊長殿、僕たちは今日休みであります。だからこそ頼んでおるんじゃ。あ、はい。おお、引き受けてくれるか。よろしい。乗馬というものは思ったより難しいものじゃ。わしが一つ手本を示しておこう。こういう具合に手をかけて、ひょいと感動を当たった。あれ落ちるときが一番難しい。今のは怪我をしない落ち方のお手本じゃ。なるほど、いろいろあるんですね。そうじゃよ、君たちでよく研究したまえ。いいね。やれやれ、大変な休みになったぞ。はい、どうぞどうぞ。よし、駆け足だ。よよ、こいつ根が生えとるばい。いてもうためなら、おい、絶対かやめろ。よいしょ、それ、バカだな。馬というものは後ろから近づくと蹴られるに決まってんだ。何事もよく理解してかかる必要がある。同じオスならこうやって、こいつ、よし、それ。ほら、ほらほらほら、ほら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 、動いたばい。ほらほらほら、
トルや10メートル軽く担いでみせるばい。よっ、あの馬にできてこの馬にできないはずがない。僕は諦めないぞ。えいっ、そら、なんとしてでも乗るぞ。よし、そうだよ、日頃の訓練がこういう時に役立つんだ。行くぞ。真似してろ。何枚来たなあいつ。そうだ、明暗だ。何事じゃ。立ってごらんよ。みんな歩くんだ。1 2 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 1 2
1212 1212 1212 1212 1212。よしメガネ、今だ、早く馬に乗れよ。お前が乗れよ、ノラフロー。よし乗るぞ。悪いな、デカせーな、乗ったぞ。おい駆け足だ。どうすんの、んなバカバカしい。おい立っちゃダメだよ。あ、首がないぞ。助けて、止めてくれ、助けてくれ。この際失礼するんであります。無事だったのは不思議なくらいだ。もう君みたいなやつとは付き合ってやんないよ。絶好だ。冒険連隊には用がない。田んぼを耕すか馬車引きになれよ。うわっ。自分で上がれるよ。今更おべっか使うな。なんだい。とは言ってもお互いに疲れたな。よせよせ、くすぐくすぐったいくすぐったい。うるさいアブだな。ひげさせてくれないつもりか。親切なんだね。だけどなぜそんなに機関本なのか僕にはさっぱりわからないよ。最初からこんなにおとなしくしてくれればいじめたりしなかったのに。最高、はいよ。よー、やったな。おー、ノラクロ、とうとうねじ伏せたか。どんなもんだ、愛情の問題ですよ。そうじゃ、何事にも愛情がなくちゃいかん。どれ、わしが乗ってみる。さっきは落ちたけど、乗馬というものは簡単なものなんじゃよ。はいどー、はいどー、おい、はいどー。おー、いやー、来たおー、おい、さっき、助けてくれ。あー、連隊長殿、馬を叩くなんて愛情がないですよ。何を言うか、あれ愛の鞭じゃ。愛情はずっと尊いんだよ。愛の鞭の尊さが全然分かったら。はあ、ごめんよ。でも仕方がないよな。明日から僕が厳しく鍛えるけど、辛抱すんだぞ。辛いけどいいな。分かったな。かわいそうにな。Ah!
そうだけど、今日からみっちり鍛えてやるからな。おい、おはよう。おー、絶対長殿、うどんが逃げちゃった。あ、であります。ん、な、何？すみません。せっかく高い金を払って買ってきたのに。僕の責任です。世界中を走り回ってでも探し出してきます。おい、野良黒、待て。あんな暴れんまは帰っていない方がいいんじゃよ。何もわざわざ探すこともないのに。たくさんいたんじゃどれがどれやら。せっかくここまで来たのに。やれやれ。やあ君、無事に会えてよかったな。さあ帰ろう。あれ、君のお母さん。そうだったのか。君はまだおっぱいが欲しい子供だったんだね。機関母だった理由がやっと分かったよ。いいな。どこから僕は来たのかな。生まれたところもわからない。いいよ。連隊長殿には僕からよく言っとくからね。じゃあな、バイバイ。バイバイ、さよなら。バイバイ、さよなら。僕愛してる。ミコも好きよ。でもまだダメ、お預け。